えー、それではちょっと話がらっと変わって半導体問題に参りたいと思いますスタッフさん4番お願いします、えー、我,々我らが平井工事さんの、えー、ツイッターで、えー、あります日経新聞を引用されていらっしゃいます、えー、TSMC は米アリゾナ州に最先端の3ナノ半導体の工場を新設すると発表総投資額を400億ドルに拡大 台湾有事などのリスクを念頭に半導体を安定調達したい米国の要請に応え生産拠点分散半導体サプライチェーンが米国に大きく変わると予想通りの展開当然といえば当然ということであります以前このツイッター探偵団でもご紹介したと思いますかな確か日本の民間の半導体連合体にですね 日本政府も700億円を投ずるというようなことで、まあ、初めてついた予算で政府与党はなんか胸を張っておりますが700億円と聞いて桁が2つ違うんじゃないのっていうそういうコメントをした記憶があります。はい、400億ドルだから、まあ、5兆ちょい ぐらいの金額ということになりますよねやっぱり、ね、この投資の額っていうのは危機感の差ですな、えー、こういった、ね、あの非常にあのダイナミックな、えー、米国の出身 TSMC に対して、まあ、ちょっと全体的なあの印象ちょっとご感想をお聞かせいただけますかそうですねあの、まあ、3なのって言ったら確かに最先端ですよねあの、うん、本場の台湾でも まあ、2ナノを一生懸命やりましょうぐらいの、えー、レベルだと思うので,で、ところが日本で熊本で今度やるのがなんか10ナノぐらいかな,なんかあの、もう話にならないんですよね、あの全然最先端じゃないというか、でそ,それになんだからあの数百億円単位の,、まあ、この税制上の、まあえー、支援とかです、ねいや、本当に、ね、話にならないですねあの、アメリカはちゃんとしている、あのまあ、おこれでも遅いんですよ、遅まきながらでもちゃんと、えー、やっている。 日本は、本当にあのぜ皆様から預かった税金を決める、使い道を決める人たちが、まあ、はっきり言えば結果としてですよ、どんなに皆さん優秀なのか知りませんけど、結果として、ちゃんとした、今回アメリカがやったようなあの結論を出して、そういう行動が行われていないのは事実ですから、やっぱりね、あの日本の政治の意思決定には大きな欠陥があるんだということを今回、 えーのアメリカの事例示してます、ね、はい、まあ先月だったかあの米国は中国の半導体を事実上完全にあの法律根拠を持って締め出しをしておりますよね。でこの締め出ししてなおですね、えー、日本はどう対応するのかっていう議論がね本当にあの行われていないんですよ。 おそらくなるようになるというふうに考えているのかえーいやいややっぱりまだ日本は軍事的には米国との同盟があるけれど経済的には中国との付き合いが長いから米国に対しても中国に対してもそれぞれのネットワークを持ちながら乗り越えようなんてことをねよもやよも考えて いるのかもしれないとか、まあ、いろんなあの憶測が出てまいりますねあの渡辺哲也さんがあの関連で次5番のツイートされていらっしゃいます今ちょっと私が話をしました米国半導体規制が効いていますね米国では自国で利用する半導体の自給自足を目指すとしているこれで中国事業は廃止に向かうつまり TSMC の、えーまあ、例えば あの幅の広いもう2桁ぐらいのね、例えばの家電に使うような半導体なんていうのはまあ別にあのどこにくれてやってもいい話なわけですけれども、完全に米国は自給自足でやる、そのパートナーに、ファブレスの,の TSMC を選んでいる、またあの素材で、あああパワー半導体とか。 あるいは記憶媒体等々について日本は世界の技術を持っているという,ようなことで、ねまあ、中国シフトを確実に始めているわけですけれども、まあ、日本政府が、ね、なかなか700億円なんていう、ね、あの程度の危機感しか出てこないので、まあ、これも今後しっかりと見ていきたいなと思っておりますもう一言だけいいですかこの,この件でどうぞ。はい、どうはいいどうぞ、はい あのもう一つ、さらに根本的に重要なことは、アメリカも TSMC にまあ支援というか、自国誘致をするわけですけれども、本当の本来に日本政府、あるいは官民が協力してやるべきことは、この,の TSMC に頼るんじゃなくて、完全なるナショナルフラッグの日本の企業に、そういう技術をもあの持ってもらって、 えー、自,自国で、えー、製造、供給ができる体制を作ることなんですよ。もともと80年代とかに世界の半導体の6割以上を日本の各企業が作っていたみたいな時代から、まあ、要するにこの大事さ、重要性っていうものをどんどんその、えーまあ、投函ししてですねあのよ、よその国に持ってかれて、ぽやんとしていた、もう要するにこう、えー、そ,そんなものをその必要がないんだとか、いろいろこの、生産の形態が変わったんだとか、いろいろそのまあ技術革新とかビジネスモデルの革新に。 日本政府は単にあの自国からそういう産業がなくなることの正当化、言い訳しかしてこなくてですね、で結局、ぐるっと回って、こういう時代に、結局、自国企業でこういうものができるような、えー、体制を作らなかった、まあ、これが日本の産業政策、産業技術政策、産業安全保障政策、経済安全保障政策がないよということの、まあ、調、え、査、ー、なんですね。あのこれまであの国会で議論していた議,議員の人たちは、全員、ダメでした、以上です。 うん、あのちょっと僕、そこは吉田議員と考え方が違っていて、世界に走っていたころの半導体業界っていうのは、例えばインテリアなんかでも、全部自社で、すべての工程を全部作りきった、ええで、今の半導体っていうのは、自社だけで作ってるところはどこにもないわけですよ。 大事なのは、はい、TSMC には TSMC の役割がある、えー、で日本には日本の半導体の役割があるので、えー、自らが持っているオンリーワンのお技術のお、まあ、ステージとして、えー、米国を中心とする経済圏の中でのサプライチェーンの立ち位置をちゃんと確保するというようなことで。 まあ僕はねそこは、おんぶに抱っこっていう部分じゃなくてああ TSMC にえどうしてもやってもらわなきゃいけないことはきっちりやってもらってで日本もやらなきゃいけないことで日本の,その存在がないと TSMCTSMC TS だけじゃありませんけどもえ半導体のサプライチェーンが構築できないよとまあそんなようなところでやっぱり非常にあの作業工程が あの煩雑、またセグメント化あのされていますんでね、えーまあ、あの吉算議員があのおっしゃりたいことはあの理解しております、はい、じゃあ6番いきましょう、はい、このね、コラボっていう会社の存在について、ちょっと僕もあんまりよくわからないので、あんかけナポリさんのツイッターですね、一応、僕の方で紹介しますけれども、はい、コラボの件に始まり、次々と左翼の貧困ビジ女の実態が明らかになってきている。 問題なのは原子が公金であるということ。本来ならば都議会で取り上げるレベルの重大案件なのに、いつもは予算にうるさい左翼系議員は完全にだんまり。この件は氷山の一角に過ぎない。えー、これななな何さんって言うの？あえアンカケナポリさん？カクカクさんカクさんを全力で応援しますというようなことでね。えー、ちょっとこれ吉田議員もご自身で。 えー、二党夢野さん代表の女性支援団体、えー、コラボが不正会計を指摘される、まあ、これは12月4日のアゴラ、えー、これを、ねえー、引用しながらあの主張されていらっしゃるんで、ちょっとあのこの問題についてあの、解説をちょっとしていただけますか、僕はちょっとあんまりよく分かってないこれ、あれです、あのーまあ、一般社団法人コラボというところですね。 に女子高生とかですねあの今居場所がないような人たちをまあ助けるみたいなえ活動をえまあしているとえ言っているというかまあそういう団体でそこにですねえ少なくとも都とか国もなのかなもう億円単位のお金がまああの補助金として投入されているんですね。これに実はまなえ左翼の方々が まあ素晴らしい素晴らしいと絶賛しつつあのまあいろんな、えー、関連を持っていてでとでところが、えー、この団体のまあ、えー、たまたまですねあのー、経理を、えー、み見てみたあるまあ、えー、普通の人がいてですねでその人があのえー、まあ、ひひまそらさんっていう人ですけどもアカウント名ですねでこの人がちょっとま、うん、あの調べてみたらもうボロボロとそのまあ不正 会計不正請求あのが出てきて、なんだこれってこう調べれば絞る調べるほどこの、ここむちゃくちゃなことをやってるんじゃないかということで、これ、一般人の手にはまるから来てです、ね、あの東京都、まあ、補助金出してますからね、東京都にこれ、どうなってるんですかとか、ですねあるいはそのこのコラボという団体自身にもあの質問とか問い合わせとかしても、ですねもう全然拉致が開かないというか、 あのどんどんその疑惑というか、疑問は増えこれ、ちょっと話し途中ですけど、何かのきっかけで問題が発覚したんですか要するに、その一番最初、なんでこの人が問題意識を持ったのかっていうのは、ああちょっとそこまではちょっとわからないです、ああたまたま、ああでこの人があのいろんなことを、まああのこの人はふ、まあ、普通の普通のというか、ユーチューバーだったわけですよ。で、うん でこの人がまあいろんなことやってる中で、たまたまこれにぶつかったわけですよね。あのいろんなものを取り上げてる中で、これにぶつかったわけですよ。あのここで、これをちょっとやってみたら、あれ,あれすご、すごいむちゃくちゃだぞっていうことが分かって、どんどん深掘りしていったっていうことですね。それでもう30本ぐらいその、まあえー、このコラボに関するあの動画っていうのを、まあ、あの流あの公開してるんですけど、 その動画を一本ずつ見ていくとすごいすごい長いこと長いこと長いんですけどそのあれこんなあれこれおかしいねあれこれおかしいねって言ってどんどんじゃあこれ調べてみますじゃあこれ調べてみますっていうねプロセスが動画でずっと公開されてる。それとごめんなさいはい動画を作ったのは誰が作ったんですか？その人この人ですこのまあ飛馬空さんっていう人ですねこのアカウント名ああはいアン一般の一般の人です。 あ、アンカケナポリさんが作ったの。違う違う、アンカケナポリさんはそれを紹介しているだけですよね。あ、はんはん。はいはい。あの、この、えー、アゴラ、僕が紹介しているアゴラって普通の言論プラットフォームわかりますよね。このアゴラの紹介記事はんはん。アゴラが紹介したのね。紹介している記事を見ていただくと、<ん>あの、まあ、そのぜ、まあ、大体全体像っていうのは、まあ、わかるんですけど。で、そしたら、まあ、この、えー、まあ、まあ、もともと。 あのいろいろささやかれていたけれども、このコラボっていうの,のをやっている2等さんという人が、えー、まあ共産党に極めて近い、共産党や左翼団体と極めて近い関係にあることが分かってです、ねで、この共産党と極めて近い関係にある2等さんがっていうふうに、このひまそらさんが言ったら、でそれで例えば、えー、毎年です、ね、そのコラボで使っている車のタイヤの、えー、まあ、 え請求っていうのは、都にしてるわけですよ。でもう毎年毎年してるのに、まあ、たまたまその、えーまあ、普通の、えー、ツイッター民がです、ね、このコラボが使っている車を見てみたら、その使っているタイヤは5年も6年の前のタイヤを使ってて、あれ、じゃその翌年から買ってる、毎年買ってるタイヤ、どこで何使ってるの車1台しかないのにみたいな、いろんな不思議なことが起きてるわけですよ。で、あるいは最近出てきたのは、あのえー、とな何千万円ぐらいの。 多分資産価値の、えー、建物を1億円で買ってるとか、なんかいろんなことが出てきたんですよそ。で、それを聞いても聞いても、あの全くこうきちんとした回答が出てこないとか、で東京都に、えー、聞いても、東京都も実はちゃんとした答えをしてこないんですね。つまり、東京都がちゃんと自分が出している補助金について監査をしていないということが今、問題になりつつあるとかですね。で、そしたらそういう一連のことを調べていたら、今度は武藤さんとコラボを応援する左翼。 えーえー、なんだ、えー、弁護士とかがです、ね、このひまそらさんっていう人について、誹謗中傷してるっていう,こう提訴を始めたわけですよ。これお,お前の,その、えー、ね,ねちねちあの活動をやめないと訴えるぞみたいなんですね、でお前はオンブズマンでもないのに、偉そうにみたいなことや,やるんで、普通の人だったらそれで引っ込んじゃうんだけど、この人はえー、それ、その人っていうのはこの、か、え、く、ー、さんって言ったのその今、ひまそらですよね。 そらさん架空とは読まないんですけど、<あ>暇ら<空>、ね、と,暇とあの呼ぶしかないですよね、まああの、本名は別になんですよ、<ー>もう訴えられちゃって、左翼があの嫌がらせみたいに本名を明かしているので、<ー>本名分かってるんですけど、あ<ー>はい、でとにかくその方のちょっと存在を知らなかったのでね。いや、<ー>普通知らないです、普通の一般国民です。 はい、でそれで、いろんな人が調べてあ、のあのこの動画で、これ、どうなんですか、違うんじゃないですかっていう動画を見たり、いろんなことをして、あれ、この人の言ってること、本当におかしいね、これ、経理おかしいねって言って、今、大騒ぎになってる、東京都は必死にそれ、しらってる、そしたらもうとうとう、都議会議員でも分かりました、これ、東京都に調べさせますっていう議員が出てきたっていう、今、そういう団体。

あの全部分かるというか、今、進行中の案件なんですよ。本当に不正が、まあ、多分真っ黒なんだけど、あの例えば裁判で立証されたというわけではなくって、ああ極めて疑いが濃いという段階ですね。うんはい、で、あの例えばネットに、このコラボがネットに出している会計報告と、都に出している会計報告の数字が違うとか、ね、いろいろ,いろんなことがあるわけですよ。 あそれをひまそらさんという方が、個人的に公開資料をもとに、これ違うじゃん、違うじゃん、あれどうなってんの、どわ俺分からんって状態になって、どんどん調べていったら、ああで例えばあの、まあ、都から補助金が出るには、1年間に何,何人の、例えばその、えー、その高校生の、ね、女の子とかを助けるイベントをしなきゃいけないっていうその、まあ、その契約があるわけですよ。 か契約の回数を履行していないのに満額補助金をもらってるとかね、いろんなことが起きてるんですね。うーんという、全部そういう疑惑なんで、裁判の,あの東京都のなんとかとか、いろんなところであの、これ、申請の,あの事実ですと、間違いですということを今、確認をしなければいけない、それを債婦の人たちが、そんなことするな、訴えるぞってやってるって、こういう段階ですね。 なるほど、ネット上であの話題になっているだけで、例えば地上波とかはまだ全く取り上げてないっていう、地上波は取り上げてなくて、えー、と朝日新聞とか毎日新聞とか、うん、例のね、ぷんぷん日本新聞が、うん、コラボが誹謗中傷をされているので、訴えました<ー>みたいな、非常に一方的な記事を流しているので、あ朝日と毎日がそういうことをやるってことは、コラボの側は調べる必要があるなと、僕なんかは思いますね。 なるほどね、わ、うん、かりました、まあ、引き続きちょっと注目していこうかなと思いますはい、はい、でこれねあの、アゴラが取り上げて、とうとう一般の中立的なプラットフォームが取り上げてきたので、だん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 中立的な人が、えーまあ、これ問題じゃないのっていうことに注目してきたら、まあ、30年後ぐらいに、えー、地上波が報ずると思いますわかりました、はいはい、ありがとうございました。えー